ルナルミザバンドでありまして、チキン初のですね、リモート出演でございます。すごい。池成と小川君が東京井戸橋の池成から、バルはドラムとバルはサルのうちどれだっけ、江戸川カラミちゃんと星野君が浜松さんベースの星は兵庫県の星野さんリモートで参加しております。画像は Facebook でモノログで、音はヤマハのシンクルームで、ここになので僕の声とギターもここに入っています。卓越したチキン上手の PM のやつを全部ぶっ飛ばして、ひと塊、あそこからひと塊で出すということしかできません。お集まり のバンドの皆さんはですね、少々距離が離れて練習ができないというやつをぶっ飛ばせるような道具でございます。ただし距離が離れるとその分ね、音が大きくなるんですね。やっぱり情報量が喋っていいですか、よく言いましたか、喋りますか、聞こえてるのか、大丈夫です、大丈夫ですよ、大丈夫ですか、はい、マサルじゃあ皆さん、せーの、声を合わせて乾杯。右下の画面だけしか見てない。もう十分なソーシャルディスタンスが取れる人数だけ集まっていただきましたので、もうこれほどのソーシャルディスタンスないよね。ないないない。もう飛ばし放題ですよ。僕ら600キロぐらい離れますからね。画面から飛沫溢れてるかもしれない。これが出るんだよね、画面。じゃあいいかな。マサルさん。これギターの音とかも出てるの。池村さんとかはね。出てます。マサルさん、池村さんにはマサルさんの声が聞こえてるの？聞こえてるよ。聞こえてる。今岡田が不思議そうにね、こういう音が聞こえてるか、声が聞こえてるかっていうので、どうやって分からせたのか、分からせたのか、今から一曲やります。それだと、MLB なんで全曲オリジナルでおなじみはないかもしれませんが、いいよね。まずはね、何でしょう、これ、手紙で紹介しますか。いいです。これ、神戸でやるってことは言ってない。まあ、僕ら今、神戸でやってるわけじゃないんやけど、ややこしい。初めてやるんじゃないですかね。お前誰だっていうのを誰って言うんです。お前いいですか。はい、いいよ。せーの、はい。お前誰だ、誰なんだ。お前誰だ、誰なんだ。ワン、ツー、ワン。私の年間で楽しんだ年の取っ手を覚えるのかだけど、
の時はまだまだ先だ。ほんとひどい出来でミスなどお前らがいるのは俺のおかげだ。はい、知ってるほどいるんだ。代わりはいくらでもいるから大丈夫。お前誰だ、誰なんだ、どこまで見たら知りたいな。お前誰だ、誰なんだ、鏡の中のまま見たいな。お前誰だ、誰なんだ、確かにたことのあるかもな。お前誰だ、なかなかね、滑舌がね、